はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ヘイデイの動画撮ろうと思います。ということでね、まあ、今回はね、レベルアップでもなければ、前回言ってたね、オレンジ畑のためのコインが溜まったわけでもないのに動画を撮ってるんですが、まあ、何の話かというと、まあ、前回のね、レベルアップ動画の時からすでに、なってはいたんですが、まあ、アプリのね、なんて言うんだろう、ダイヤの価格改定ですね、これに関してちょっと、他のゲームではね、他のゲームもいくつかやってるんだけど、他のゲームでここに触れる話ってあんましてないんだけど、もともとね、俺のヘイデイの動画って、ここがね、4000ダイヤ、12000ジャパン円っていう形だったので、まあ、4000ダイヤ無課金で貯めて12000貯金した気分になろうという趣旨のもと、ヘイデイ遊んでたわけなんですが、だからね、目標の変更というか、まあ、やること全然変わんないんだけど、ただ単に、ダイヤの単価が上がったから目標が上がったっていうか、まあ、4000ダイヤ集めようっていう趣旨は変わらないし、4000ダイヤで見れば、まあ、目標変わってないんだけど、まあ、そういう話の動画ですね。他のシリーズに関してはね、ちょっと、値上げ云々の、話とかね全然触れてないんですが、ヘイデイに関してはねちょっと目標の方にね関わってるから一応言っとこうかなと思って、そんなわけで、まあ、今回ね動画を撮ってるんですが、まあなんだろうな4000ダイヤ、無課金で貯めようっていう趣旨はね変わらないです。変わらないですが、まあ、4000ダイヤ貯めてね12000貯金した気分になろうという部分がね、4000ダイヤ貯めて15800円貯金した気分になろうという、ちょっとね、そこだけ変わるという話で、動画を撮っておりますという感じかな。まあ、現時点ではね、1876ということで、まだ目標の半分にもなってないんですが、1年以上やってるにもかかわらず。まあ、ただね、ダイヤモンド1500は貯まってるから、ダイヤモンドの箱6400円貯金してるのと一緒だからね、これ。まあ、現実世界じゃ使えないんだけど。という感じでね、まあ、今後もね、ヘイデイの動画は、引き続きやっていこうとは思いますが、若干ね、目標が、変わる、まあ、目標を変わるというか、変わってないんだけど、変わります、という感じですね。まあ、結構ね、ゲームによってはね、課金で買える通貨、ゲーム内の通貨の、単価がね、変わらないように値上げに合わせてね、獲得できるダイヤとかね、ジュエルとか、そういったものの量を調節しているゲームもあるんですが、まあやっぱ円安とかの影響で上がってんのかなという話だったので、まあやっぱ国内中心じゃないゲームは、単純に価格上がっちゃってる感じなのかなと思ってますね。まあだから、一歩のゲームとかね、あの辺、マジバトとか、ああいう系は多分国内が中心だから、値上げをしないでね、合わせているんじゃないかなと思うんだけど、キャプツバのね、戦いドリームチームとか、多分、国内よりもね、海外の売り上げの方が多いだろうから、値段をね、上げているんだろうかとかね、そういう話とかもあるんですが、まあ、ヘイデイと、もう一つなんだっけ、クラロワか。こちらに関してもね、会社、ゲームのね、会社はね、日本の会社じゃないみたいなので、まあ、こちらもやっぱり、まあ、ダイヤの数据え置きで、実質値上げという形みたいですね、という感じかな。うん。まあ、今回はそれだけの話なので、まあ、ついでにね、いろいろと、ね、作業しながらね、雑談というか、そこについてのね、報告をね、まあ、ゲーム内でやることは変わらんけど、まあ、目標の数字が勝手に動いたよという話をね、しようかなと思ったんですが、まあ、触りながらやってるとね、何を喋ってるか自分でもわからなくなってしまうという部分があるので、まあ、言いたいことは言い切った気がするんだけど、まあ、もうちょっとね、普段やってるルーチンワーク的なものを、こなして、まあ、今回の動画はね、締めようかなと思いますという感じかな。はい、まあ、あとは、こちらの動物たちにも餌をあげて、OK だね。まあ、ここね、新しくちょっと、誘導したりとか、そういうことはあるんですが、まあ、これは後でやっとこう。ちょっと喋りながらだとできない気がする。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、これからも、ヘイデイの動画はね、撮り続けるので、よろしくお願いします、という感じですね。
あとなんかついでに言っとくことあったかな。ヘイデイに関しては、特になかった気もするんだけど、何か言い忘れがあるとあれだからな。ちょっと、何かしらいじりながら考えてみよう。そうね。まあ本当にそんなもんかな。で改めてね、次のヘイデイで動画撮るとしたら、まあレベルアップの時か、72万コインまでね貯まるか、レベルが上がるか、どっちが早いかですかね。ここのね空き地に関しては、前回の動画でも言った通り、ちょっとねオレンジ畑を作ってみようかなと、ね、思っておりまして、1000本植えたいっていうことでね、720ゴールドなので、72万ゴールド、まずは貯めようといったところですね。まあ農場の装飾とかもね、本当やりたいなという話はねたびたびしてるんだけど、それをやるにもねゴールドはかかるし、まあだったらまずはねオレンジ収穫して売ればね、72万ゴールド使ってもそれより多く返ってくるだろうということで、まあ農場オレンジ畑からね先にやって、その後にね、飾り付けをするならしてみようかなという感じですね。結構おしゃれに飾り付けてるとこ いろいろあるからね。まあ、やってみたくはなるけど、なかなかセンスもないからうまくできないような気もするし、みたいな。今はひたすら、左右にね、施設や畑を寄せて、ここにスペースを作っているという感じですね。まあ、72万ゴールド貯まるまでに、多分ね、こっちとかの拡張がもうちょっとできると思うので、まあ、拡張が進めばね、その分、さらにね、この辺に置いてあるものたちがね、下にめり込んでいくと、こっち側にね、寄せていくという形で、もう少し畑の位置をね、こっち側に動かせると思うので、さらにスペースも作れるんじゃないかなという感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、この辺にしておこうかなと思います。そうだね、まあ、レベルアップに関しては、ここに8万4000経験値あるので、まあ、農場パス終わる計算ではね、今月13万経験値ぐらいはすでにあるのかなというふうに思ってるんですが、まあそれでもね、やっぱりレベルアップは来月になるかなという感じですね。経験値3倍とかがね、年末来るようなら、年末というか来月あたり来るようなら、その辺も含めてね、頑張ってレベル上げれるかもしれないですが、まあ、なかなかね、ここまで来ると、レベルアップも大変かなというとこですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。